はい、こんばんは。こんばんは。モーグさん、こんばんは。まゆちゃん、こんばんは。たいへいさん、こんばんは。ガッデムさん、こんばんは。はい、今日はですね、ちょっと東京に来ています。東京に来てですね、映画を見に来ました。映画を、ヤシリさん、こんばんは。はい、サブレさん、こんばんは。ちょっと街をですね、どんなところに来てるかちょっとお見せしましょうね。こういうところですね。どこだか分かる人もいるかもしれませんね。ちょっとあまり人映さないように、ね、まあ、どこだか分からないんじゃないかと思うんですが、はい、ですね、その主戦場、主戦場という映画があるんですね。でそれはですね、従軍慰安婦のに関する、ドキュメンタリーですね。インタビューを中心としたドキュメンタリー、そして慰安婦問題のですね、なんて言うんでしょうかね、両方の意見ですね。慰安婦問題の、私の立場の意見と、それから慰安婦ということはなかったんだというようなね、そういう立場と、ヒットさん、こんばんは。そういうですね、慰安婦問題についての、ドキュメンタリー映画、これから見るわけなので、ちょっと、皆さんに感想はちょっと言えないんですが、そういうわけで今日、放送終わってからすぐにね、見に行く予定です。あ、そらさん、分かった。よく分かったね。ちょっと言わないでね。そらさん、どこだか分かったそうです。すごいね、分かる人は分かるんですよね。サブレさん、毎週見たい映画がありすぎて困っています。私はですね、ほとんど映画見ないんですね。映画ほとんど見ないんですけど、この映画はちょっと特別なのでちょっと見に来ました。はい、そして今日はですね、午後はデビット・テイラー実行委員会があって、そして、いろいろ、もうすぐですね、8月です。8月の、13、14、15、16、13、14、15、16、中野ゼロショーホール、中野ゼロショーホールで、デビット・テイラー集会があります。もうだいたい2ヶ月ぐらいですね。2ヶ月ないぐらいですかね。いよいよ、ホフテさん、僕も仕事を辞めて家の中が主戦場になってます。そうですか。Y さん、こんばんは。ですから、今日はですね、ちょっと特別なテーマがないので、そうですね、街をお見せしてもしょうがないんですけど、あ、ちょっとスマホが1個落ちました。ちょっとスマホを1つ落としまして、今のところ大丈夫そう、壊れてないです。はい、ちょっとスマホをしましたけど、今のところ大丈夫ですね。エチジさん、結構重そうですね。そうですね、普段とそんな変わらないんですけど、それではですね、何の話をしましょうか。慰安婦問題について、ね、
慰安婦問題について、ちょっと私はまあよくしょっちゅう慰安婦問題についてまあ放送するわけですけど、まあ今日はそういう映画を見に来たということで、ちょっと、簡単にですね、簡単に慰安婦問題についてまあまとめを言いたいと思います。一体どういうことなのかということですね。慰安婦問題とは何なのかということです。そうですね。まず、前提があります、ね。前提があります。それは人間の罪ということですね。人間の罪というのは、ま、なんて言ったんでしょうかね。まあ、男性が女性に対してですね、まあ、性犯罪をするという罪、男性が女性に対して性犯罪をする、それは現代でもですね、セクハラとかパワハラとかセクハラとか性犯罪とか、さまざまな性犯罪があります。さまざまな性犯罪、それは人間の罪です。人間の罪ですね。で、そういう根本的な問題の中で、特に戦争の時というのはですね、戦争の時というのは当然、その支配者、ね、戦争の支配者がこの支配されている国、支配されている民族に対して暴行とか、ね、強姦とか、それは歴史が証明しています。で、そういうことの中で日本がですね、韓国やアジアを植民地にしている時、その植民地なんだから、植民地なんだから、その、日本兵に対してそのそういう慰安をですね、慰安をするのは、まあ、当然というような、そういうことが慰安婦問題です。ソラさん、韓国はクリスチャン多いので性奴隷問題はとても厳しいです。そういうわけで、根本的な問題は2つなんですね。根本的な問題、それは、男性の性的な罪というのが一つあります。2番目は、そういう日本が韓国を植民地にして、韓国を植民地にして、その、韓国の人たちの人権、韓国の人たちの人権を、無視した、そういう問題があります。で、大事なのはですね、そういう罪に対して私たちは、顔はほとんどね見えないと思います。遠いからね、顔はほとんど見えないと思いますが、そういう罪に対して男性の罪、そして国の罪、そういうことをですね、私たちクリスチャンになって初めてそういう性的な罪、男性の罪、国の罪、ね、その暴力で、その暴力で弱い者をいじめる、一緒に壁があった方がいいです。ほとんどね、まあ、暗いしよくわかんないから、ちょっと映らないでしょうけど、まあ、ちょっと難しいね、ほとんど見えないと思います。マリさん、こんばんは、なるべく映さないようにこう気をつけてください。
そういう罪という問題を提起しています。そしてこれは60何年前の戦争のことだけではない、現代にも通じます。現代でもいじめ、パワハラ、セクハラ、人種差別、ヘイトスピーチ、みんな人間の罪の問題なんですね。だからその罪の問題っていうものを理解しなければ慰安婦問題も理解できない、ストロベリームーンが見えるので映画終わったら空を見て、ストロベリームーン、ストロベリームーン、月が、月が見えるんですかね、ストロベリームーン、こう映らないんですよ、なかなか難しい、意外とコツがいります。窓際、壁際をおすすめします。壁際をおすすめ、壁際、ここはね、町田ではないですよ、ここは町田では。はい、そういうわけでですね、皆さん、慰安婦問題は非常に奥深いんです。慰安婦問題は奥深い、イエス様おっしゃいました、女性を情欲を持って見る者は心の中で寛容を犯した、情欲を持って女性を見るなら心で寛容を犯したとイエス様もおっしゃいました。人間の罪というものをこの慰安婦問題でそれを浮き彫りにする必要があります。多くの人は罪を隠します。しかし私たちはその罪という問題を浮き彫りにして、慰安婦問題を通して罪を浮き彫りにし、またパワハラ、いじめ、セクハラを通して、罪を浮き彫りにし、また中絶問題を通して、罪を浮き彫りにし、同性愛問題を通して罪を浮き彫りにし、さまざまなことを通して私たちは罪を浮き彫りにして、そして罪というものを認識し、私たちは悔い改めて罪というものをと戦って、霊的な戦いをすることができます。この放送はそのようにさまざまな問題、さまざまな個人的な問題、社会問題を通して人間の罪を浮き彫りにし、人間が神様に対して悔い改める、人間が神様に対して悔い改めて、そして、神と和解をし、人間が神様に祝福を受けるように、人間が神様から祝福を受けるような、そういう、まあなんていうのかな、そういうことをですね、そういうことを目的としています。ジュンさんこんばんは、ライフさんこんばんは。サブレさん、考えたんですが、初心者のための聖書の学び配信を入れた方がいいかもしれませんね。サブレさん、私はですね、もうしょっちゅう基本的なことを言ってるんです。つまり罪というのは、もう基礎の基礎なんですね。罪について説明するというのは、キリスト教入門なんです。罪が分からなければ十字架が分かりません。罪が分からないと救いが分かりません。44さん、今日もボロボロ大丈夫です。44さん、イエス様が44さんの心を癒してくれます。イエス様が44さんの心を癒してくれますよ。桃子さん、慰安婦問題は罪だと思います。もう二度とこのようなことが起きないよう反省し悔い改める必要があると思います。そこからスタートしなければ明るい未来にならないと思います。その通りですね。その通りです。
ヒットさん、牧師の思いが達成されますように。ありがとうございます。リンリンさん、こんばんは。キューちゃん、分かりやすいですよ。そうですか。はい、それではですね、そうですね、今現在日韓の間に慰安婦問題、徴工用問題があるというのは、それは意味があるんです。なぜ今日韓問題の間に慰安婦問題があったり徴工用問題があるのは、それは神様が日本を救うために、神様が日本を救うために、日本が考える材料、悔い改める材料、罪というものを認識するための材料として、神様が日本に与えている問題なんですね。神様が日本に与えている問題、その慰安婦問題、徴工用問題、これはですね、ものすごく日本にとって大事な問題なんです。まあ、ある意味ではですね、恥ずかしい問題であり、ある意味では責められたくない問題であり、ある意味では隠して、ね、忘れてほしい問題かもしれません。しかし神様は日本を救うために、日本が悔い改めるために、このような慰安婦問題や徴工用問題を通して、日本が罪というものを認識し、その罪というものを神様に許したいのです。日本の罪を許したいんです。そういうことの中で、日本が罪というものを、その認識するための、ことなんです。ですからぜひ皆さん、慰安婦問題は偶然たまたまあるのではありません。慰安婦問題は偶然たまたまあるのではなくて、それは日本のためにあるんだということです。ハルキさん、韓国の議長が鳩山さんに謝ったそうですが、上皇陛下に謝った方がいいと思います。徴用工問題ですね。あ、節子さん、はい。あ、徴工用じゃん、徴用工、ごめんなさい、徴工用じゃなくて徴用工ね。はい、徴用工問題です、ごめんなさい。エチルさん、麻生星が映画の上映中に眠らないように祈ります。いやー、もうテーマがテーマなので、まあ祈るっていうことはないでしょうね。はい、それでは明かしタイムいきましょう。イエス様を信じて、イエス様を信じて、慰安婦問題、徴用工問題は人間の罪を浮き彫りにし、日本が救われるために、また日本が、イエス様を信じるための、神様が与えた問題、神様が与えたその悔い改めの材料、悔い改めのきっかけだということが分かった証、人間の罪、国の罪が分かってきた証、スタート。ヨンヨンさん、なぜ神は世界大戦を止めてくれなかったのですか。神様にはメッセージがありますね。神様にはメッセージがあります。ヒッキーさん、謝るのなんか簡単なのに。いや、ヒッキーさん、簡単じゃないですよ。
悔い改めるということはすごく勇気がいて難しいです。ユウさん、日本人は頭を低くすべきだと思います。その通りです。プライドがあって、傲慢だと悔い改められません。ソラさん、慰安婦ハルモニーの気持ちで考えれば何をしてほしいか分かるわけです。このハルモニーっていうのはおばあちゃん、おばあさんということですよね。今慰安婦の方はかなり高齢です。彼女たちの気持ちを考えてください。彼女たちの苦しみを考えてください。私たちは、彼女たちの苦しみを、理解する必要があります。節子さん、日本が悔い改めるためにはまず個人的に悔い改めていくことが大切だと思います。そうですね。個人が悔い改める必要がありますね。個人が悔い改めてこそ国が、悔い改めるのではないでしょうか。Kさん、日本人は素直に罪を認めるべきだと思いました。聖書によると全ての人が罪人で、全ての人が悔い改めなければなりません。そういうことの中で、日本人だけが悔い改めなくちゃいけないということではありません。日本人だけが悔い改めるのではなく、世界中の人が悔い改める必要があるんですね。世界中の人が悔い改め、全ての人が罪を認め悔い改める必要があります。しかし、日本人には日本人特有の罪というものがあるんですね。国の罪というのがあるんです。ソラさん、ハルモニーはクリスチャンが多いので心残りがないように天国に送りたい。アメン。皆さん、慰安婦の方はクリスチャンが多いそうです。慰安婦の方はいろいろ苦しみの中で信仰を持つんでしょうね。それを聞いて嬉しいですね。多くのハルモニーは慰安婦の方はですね、苦しみの挙句クリスチャンになりました。ですから彼女たちは天国に行きます。地上では本当に苦しかったかもしれない。でもイエス様が彼女たちを慰め癒し救ってくれました。ハルモニーたちは、イエス様を信じて天国に行きます。まあクリスチャンじゃない方もいるかもしれませんが、それは本当に慰めになります。私たちはそのことを喜ぶべきです。多くの、慰安婦のハルモニーたちがイエス様を信じて天国に行くということを皆さん聞いたら、皆さん私たちは、ああよかったよかった、もう本当に、彼女たちが救われてよかったと、そう思うべきではないでしょうか。ホフテさん、この放送でなんだか自由になりました。アメン。アメン。4番さん、こんばんは。4番さん、クリスチャンになったハルモニーはですね、クリスチャンになったハルモニーはイエス、日本を許すと思います。クリスチャンになると、人を許せるようになるんですね。クリスチャンになると人を許せるようになります。クリスチャンじゃないとなかなか人を許しません。ハルモニーたちはクリスチャンになって、イエス様、日本を許してくれてると思います。はい、証はないでしょうか。私はないでしょうか。ルポさん、日本は韓国に奈良の70倍するまで謝るべきだと思いました。
文子さん、もっとたくさんの日本人が悔い改めるべきだと思いました。アメン。今夜の放送で痒みが収まりました。よかったですね。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。もう一度ちょっと街の様子、の様子をちょっとね、これからですね、主戦場、主というのは、まあ、主人の主、戦場は、まあ、戦争する場所、主戦場という映画を見に来ました。8時10分から見ます。でその主戦場という映画は、従軍慰安婦、従軍慰安婦の賛否のですね、まあ、インタビュー、賛否のインタビューのをまとめたドキュメンタリー映画ですね。で、その慰安婦問題に対して、そのどう見るかというのがまさに2つに割れてるんですね。2つに割れてます。つまり私と同じような意見の人たちと、それから、慰安婦問題をですね、なんていうんでしょう、あれは売春婦だったとか、あれは騙されたんじゃないとか、慰安婦問題がなかったとか、そういう慰安婦問題を何でしょうかね、まあ、慰安婦の人たちが嘘をついてると、そういう立場の人と、それから私のように、ね、あれは人間の罪の問題で、あれは性犯罪の問題であり、また人権問題であり、女性蔑視の問題だという、そして、日本の国の罪だという、そういう立場と両方に2つに分かれているんですね。でそれの賛否両論のですね、賛否両論のインタビューの映画なんですね。まあ、やってるところは非常に限られたところなので、まあ、東京でも1か所しかやってないんですね。主戦場でちょっとググってくだされば、その映画をやってるところは皆さん分かるかもしれません。ぜひ皆さん関心がある方はぜひ見てほしいと思います。明日の朝多分その証しができると思うんですが、ことさら慰安婦問題を取り上げるのはどうしてですか。それはですね、日本のリバイバルと関係があると思うんですね。日本の問題点はまさにそこなんだということです。日本の一番のネック、日本の行き詰まり、日本の呪いはまさにそこにあるからなんです。多くの人はですね、それを知らないから、もうそんな問題は過去の問題だとか、もう忘れた方がいいとか、もうそんなの、もう70何年前の話だから、もうそんな話しなくていいと言うかもしれません。しかしそうではないんですね。それはとても大事な問題で、日本が、本当に祝福されるためには、日韓問題がですね、祝福されるためにはどうしてもこの問題をクリアしないとダメなんですね。ぜひ皆さん、私たちは日本のためにも、この問題を、その
解決する問題がだということですね。ユウさん、日本の根っこの問題をクリアするべきだと思います。その通りです。モークさん、日本人に優しい心を取り戻してほしいと思いました。悪いことをしたとき謝ることは大切なことです。まあ、そういうわけで、その大事なポイント、すべての人にとってマリちゃんいる場所が分かった気がしました。すべての人にとって大事なのは、その人が罪を認めて悔い改めることが大事、イエス様を信じることが大事だということをこの放送では、伝えています。その慰安婦問題というのは、まさに罪というものを認識するための神様が与えたきっかけ、神様が与えた、何でしょうかね、機会なんですね。ですからぜひ皆さん、罪というものを軽く罪というものを軽く見てはいけません。罪というものを私たちは本当に真剣に深刻に考え、そして私たちは罪のない生き方、罪のない言動、罪のない社会を考えていく必要があるんです。はい、じゃあそろそろ終わりにしましょうかね。それではですね、今日の放送を見て慰安婦問題をちょっともう一度おさらいというか復習しましたけど、今日の放送を見て、慰安婦問題ってとても大事なことだったんだ、日本のこれからの将来のために、日本の将来のためにとても大事だということが分かった、イエス様を信じて、イエス様を信じて、その罪を許してほしい、自分の罪を許してほしい、そして、これから罪のない社会を作るために、罪のない社会を作るためにイエス様から学んで、何が罪であり何が罪ではないのか、それをこれから学んでいきたいと思う方、イエス様を信じて、これから罪のない生き方をしたい人、アメンと言ってください。罪のない生き方、罪のない生き方をしたい人はアメンと言ってます。アメン、アメン。サブレさん、慰安婦悔い改めます、慰安婦悔い改めます、アメン。アメン、アメン。アメン。ちょっとここは角部は、ここで角部はちょっと勇気がいります。ちょっと怒られそうですね。天の父様、日本には慰安婦問題、徴用工問題があります。南京大虐殺の問題もあります。イエス様、日本はまだクリスチャンが少なくて、イエス様を信じる人は少ないです。まだ罪を認め
悔い改めてる人は少ないです。どうぞイエス様、日本が救われるためにはどうしても神様に対する罪、神様に対する罪を認めなければ許されません。どうぞこの慰安婦問題を通して、徴用工問題を通して、南京大虐殺問題を通して、一人でも多くの人が罪を認識し、ああとんでもないことをしたんだ、日本はとんでもないことをしたんだという、その個人的な罪だけではなく国家的な罪、また国家的な罪を通して個人的な罪も認識して、その罪が許されるためにはイエス様を信じなければ、イエス様を信じなければ、罪が許されないんだということを理解し、アーメンと言った方々がこれから罪のない生き方、罪のない言動をしていくことができますように導いてください。彼らを救ってください。彼らの罪を許し、これから日本のために、日本が救われるために一緒に祈っていくことができますように、イエス様、日本を憐れんでください。日本を救ってください。イエス様お願いします。日本を救ってください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン、アーメン、アーメン、アーメン。はい、ありがとうございました。今日はですね、ちょっと最後に言っちゃいますけど、ここは吉祥寺ですね。吉祥寺で、パルコの前ですね。放送の終わるので、言いやすいという。じゃあ皆さん、これから映画を見に行きます。また明日の朝7時にお会いしましょう。ありがとうございました。おやすみなさい。シャローン。おやすみなさい。シャローン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 。